松山宣言は、1999年9月12日、松山にて、有馬明と、葉が通る、上田誠、金子通太、ジャンジャックオリガス、捜査魂の各紙によって、全世界の詩人に向けて発出した、21世紀において、端子系文学としての俳句の可能性と方向性を、示唆する宣言。1999年7月18日に、松山宣言調整会議が、 愛媛県松山市で開催され、松山宣言の原案が作成された。その後の調整を経て、1999年9月12日に開催された、しまなみ海道99国際ハイクコンベンションにおいて、有馬明と文部大臣、科学技術庁長官の基調講演を経て、パネルディスカッションが行われ、松山宣言が発表された。当日の状況は、 松山大学情報処理室の指揮チームによって全世界に向けてインターネット実況中継された。また10月2日に BS フォーラム、俳句革新宣言にてパネルディスカッションを中心に大会の模様が放映された。松山宣言において俳句は世界の文学である。俳句は世界のあらゆる民族に向かって開かれている。今、 この小さな17音の端子形が世界のあらゆる鹿の可能性を広げようとしている。日本の鹿が西洋の鹿に大いに影響を受けたように俳句が欧米の指的状況に与えた影響もまた多大であったことが述べられている。松山宣言は7つのパートで構成されている。松山という土壌世界への広がりなぜ世界に広がり得たのか定型。 季語の問題世界の一流の詩人への影と響き俳句の国際化、普遍思考、独立思考史を万人の手の中に取り戻そう。ありがとうございます。